山鹿灯籠踊り保存会20名も参加して総勢110名による山鹿の伝統を未来へ示す子どもたちの演舞、どうぞお楽しみください。並んでるな、うん、始まるよ、明るくなった舞台が。
子供の皆さんでした。どうぞ柳川の子供たちに温かい